真心を君には、ラルフ・ネルソン監督による1968年公開のアメリカ合衆国の映画。原作は、ダニエル・キースの SF 小説、アルジャーノンに花束を。主演のクリフ・ロバートソンが第41回アカデミー賞で、主演男優賞を受賞している。日本では、原作と同じ、アルジャーノンに花束をのタイトルで、ビデオが発売されたことがあるほか、 真心を君に、アルジャーノンに花束をのタイトルで、テレビ放送されたことがある。チャーリー・ゴードンは、頭が良くなりたいと強く願う、精神地帯がある青年で、アリス・キニアンが教える、夜間学校で2年間読み書きを習っている。しかし彼の綴り能力は低いままで、自分の名前さえ、まともに書けない。アリスは決して諦めない、チャーリーの学習意欲を見込み、 リチャード・ニーマー教授とアンナ・ストラウス教授によるニーマー、ストラウスクリニックに連れて行く。ニーマーとストラウスは、新しい手術法により、実験用ネズミの知能を向上させることに成功し、人間の知見者を探していた。チャーリーが的確であるかどうかのテストの一環として、実験用ネズミのうちの一匹であるアルジャーノンと迷路のレースをする。同じ迷路で、チャーリーが鉛筆で、アルジャーノンは、 実際に走って迷路をたどる。チャーリーはネズミに乾杯してしまうが、手術を受けられることとなった。手術後、チャーリーは以前より頭が良くなっておらず、まだアルジャーノンとのレースに勝てないでいることに腹を立てた。しかし彼の知能は急速に上昇し始め、ついにアルジャーノンを打ち負かしてしまう。アリスはチャーリーに授業を続けるが、すぐに彼女の知能を追い抜いてしまう。 チャーリーが働くパン屋で、同僚は、チャーリーができないと思って、嫌がらせで機械の操作をやらせる。チャーリーが、見事に使いこなすと同僚たちは喜ばず、チャーリーの知能が向上して、もういじめることができないことを悟り、チャーリーを退職させる、よう嘆願する。チャーリーは、アリスの胸や尻に目が行くようになり、彼女の抽象的なヌード画を描くようになる。 彼はアリスに婚約者を愛しているのか質問する。ある夜、チャーリーはアリスの後をつけてアパートに行き、彼女を床に引きずり下ろして無理やりキスをするが、彼女に振りほどかれて頬をぶたれる。この映画ではモンタージュが使用され、口ひげと顎ひげを蓄えたチャーリーがバイクに乗ったり何人もの違う女性とキスしたりタバコを吸ったりダンスしたりする。このシークエンスが終わると、 二人は別々の時間を過ごし、お互いがお互いを必要としていることに気づき、チャーリーは家に戻り、アリスが彼を訪れる。次のモンタージュでは、チャーリーとアリスが森の中を走り、木の下でキスをし、ボイスオーバーで二人が結婚について話す。ストラウスとニーマーは質疑応答を含む研究発表会を開く。チャーリーは質疑応答に積極的に答え、その中で、 アルジャーノンが死んだことを明らかにし、知能が向上したのは一時的なものだと気づいたことを言う。彼はやがて知能が手術前よりも対抗していく可能性を悟り、ニーマーとストラウスと共に、いかに知能を維持できるか研究していくことを決意する。だが、そこに方法がないことを発見してしまう。アリスは、チャーリーの家に行き、今すぐ自分と結婚するよう願うが、 チャーリーはそれを断り、別れを告げる。アリスが公園で、チャーリーが子供たちと手術前のように遊んでいるところを見た場面で物語の幕は降りる。カッコ内は日本語吹き替え1961年のテレビドラマのワンシーン。アリス役はモナ・フリーマン。アルジャーノンに花束を、を原作に1961年に CBS の ザ・ユナイテッド・ステーツ・スチール・アワーの中で、ロバートソン主演で、ザ・ツー・ワールズ・オブ・チャーリー・ゴードンが制作された。ロバートソンは映画化するためにこの権利を購入した。映画評論家のヴィンセント・キャンビーは、自意識過剰の現代ドラマで、ほろ苦い恋愛も含めて、精神地帯を食い物にした、最初の映画である。都市、ロバートソンの演技を本格的としながらも、 私たち監修は彼らを覗き見ているような感覚になり、彼を同情の目で見るのと同様に、自分たちがチャーリーでなくてよかったと漠然と不愉快な気持ちにさせられる。と言った。キャンビーは、ネルソン監督を迎え合った二人の会話をそれぞれ同時に映す、スプリットスクリーンを利用したり、小さなサイズの画像を大きな画面に入れ込んだりするなど、まるで、真 バンク博覧会の監督のようだと評した。タイム氏は、精神地帯、科学を信じすぎることの怖さ、気候に関する奇妙な映画都市、チャーリーが、ボストン近郊の歴史的名称をめぐる映像はそれほど、重要に扱われていない。ロバートソンの演技の衝撃は、プロデューサーであり監督であるラルフ・ネルソンが、バンク博覧会によって、新しくする方法や、現代的にする方法を学び、 他のほとんどのシーンにスプリットスクリーン、多重映像、スローモーションなどを利用して和らげられた。とした。脚本家、モーリス・ラッフは、ロバートソンの知能が低下して変化していく様子が、非凡な、驚くべき演技であるとし、ラッフは、カメラの発火物、派手な見え方は、不快なほど場違いな効果であり、筋のないモッツ映画のナックより良い、と反論する。 ロジャー・イーバートは四つ星ではなく、三つ星を与えた。チャーリーと女性の関係は繊細で良い。彼女は彼を助けたが、彼の問題を理解しきれなかった。これらは、彼が普通の知能指数を超え、天才の域に達した時により深刻になり、彼の感情面での発達は後手に回っていた。これは一人の人間の危機を含む、温かく見る回のある映画である。とした。 一方でイーバートは彼の問題に関することは科学的にはインチキで検討違いでありこの映画の弱点でもあるとしている1968年の映画で興行収入第17位である数十年後エンターテインメントウィークリーの25ベストムービーティアージャーカーズエバーに選ばれた第40回ナショナルボードオブ デビュー賞の1968年のトップ10で第4位となり、クリフ・ロバートソンは、主演団優勝を受賞した。第41回アカデミー賞でロバートソンは、主演団優勝を受賞したが、受賞式後2週間足らず後に、タイム誌にて、票の取りまとめがあったのではと、指摘がなされ、多くのアカデミー会員は、彼の演技よりもプロモーションによって投票したと、言及した。また、 この映画は、9号賞映像部門にノミネートされたが、2001年宇宙の旅に負けた。1970年代後期、コロンビア映画社長、ディビット・ベーグルマンが内部告発されて経営が悪化したため、ロバートソンが書いた、チャーリー2は実現しなかった。ありがとうございます。